はい、どうも皆さんこんにちは、わさびです。今回はですね、ちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、動画のタイトルにも書いてある通り、僕の、持ってる持病について皆さんにお話ししたいと思います。僕がですね、約12年前、学生の頃だからだったよね。だってそうね、ちょうど、2年生とか3年生だったり、だからやっぱ20歳ぐらいから、だから12年間ぐらい、この病気と付き合い続けてるんですけど、これがですね、尋常性感染っていう病気でして、皮膚のちょっと病気ですね。よく感染っていうふうに言われるんですけど、この感染ってもいろんな何種類かあって、そのうちの一つのこの尋常性感染っていうのに、僕は付き合ってまして、で、ちょっとそれをこうね、皆さんに共有して、多分僕のことを知らない方も、同じ病気持ってる方たくさんいらっしゃると思うんで、そういった人々にもちょっとこう何かメッセージを伝えられたらなって思って、この動画を、撮ろうと思いました。昔から僕を知ってらっしゃる方だったらご存知かもしれないんですけど、僕知らない方いらっしゃったらあれですけど、僕ドラマーでして、バンドでドラム叩いてるんですけど、普段は上半身を脱いで裸のスタイルでドラムを叩くのが自分のスタイルだ。でそこにこう背中に文字を書いて、書いてじゃないわ、文字が浮かんでくるんですよ。毎回何かしらの文字がこう出てきて、こうそれでこうドラムを叩くっていうのが僕のファッションスタイルだ、スタイルね、それがこうライブ衣装みたいな感じでずっとやってきたんですけど、だそれが途中からやらなくなって、わさび服着てるわって、わさびなんで服着てんのみたいなっていうコメントも未だにいただくんですけど、それについてもちょっとご説明したいなと思いまして、この尋常性感染っていうのが、その先ほど言いましたように20歳ぐらいからまず発症して、でそこからやっぱり良くなったり悪くなったりっていうのをずっと波があってここまで来てるんですね。で結構体に出てくる部位もちょっと変わったり、ここがちょっと治ってきたかと思ったらまた違うところに出たりとか、そういうのもあって、3、4年ぐらい前から結構背中がすごくひどくなってきて、でそれも引いたり良くなったりを繰り返してるんですけど、なかなか背中が一番僕の体の中で治りづらくて、で今もちょっと背中の具合が良くなくて、ちょっと写真とか、出してるかもしれないんですけど、そのちょっとこのやっぱちょっと荒れた、一見こう荒れてるような肌を皆さんにちょっとお見せするのも多分心配されちゃうなって思って、上半身裸で、ドラム叩くってスタイルをちょっと一旦中断して、普通に衣装を着てやるようにここ数年は切り替えたんですね。なのでその自分が脱がなくなったんだって昔から知ってらっしゃる方が思ってる方がいましたら、そういうことなんだって思っていただけたら僕もありがたいですね。でこの感染という病気について少し詳しく説明しますと、だいたい約200人から250人に1人ぐらいの割合で発症してるというふうに言われてますね。本当は昔日本ではあんまりなかった病気らしいんですけど、最近やっぱその多分生活習慣のが近代化、欧米化してきたことで日本の中で結構発症数がここ近年こう増えてきてるらしいんですね。患者の年齢層は結構その 4,50 代だったり、大人の方が発症することが多いみたいで、僕は20歳の時に発症しましたけど、少し珍しいかもしれないけど全然なくはない話で、最初僕が発症した時に、その最初ニキビかなって思って、なんか肌が荒れてんなって、でなんかしばらく経っても治んないなって思って、それの1ヶ月2ヶ月後ぐらいに、病院に行って、これは感染ですねっていうふうに言われて、そこで初めてこの病気を知ったんですね。これは全く人にうつる病気ではないです。でこの感染って病気が今の医学では原因がまだはっきりしてなくって、なぜこれにかかるのかっていうのがまだわからないんですね。でその原因がはっきりしてないから、わからないから対処療法をするしかなくって、つまりその患部にステロイドの塗り薬を塗ってそれを抑える治療っていうのを基本的にするしかないんですよね。なのでなかなか今の現状だと、完治が難しい病気となってて、それでおそらく難病指定というふうにされていると思うんですけど、でこの感染っていう病気が主にどんな症状が起きるかっていうと、皮膚の患部が通常よりも20倍25倍の速さで早く、ターンオーバーするっていう、早くこう新しい皮膚が
ってきちゃって、新しい皮膚の新陳代謝が早すぎるがゆえに古くなった皮膚がこうかさぶたみたいになってボコボコしちゃうっていう病気なんですね。それがまたこう剥がれ落ちてこうフケみたいになったりで、その赤くこう炎症が起きてるような、見た目になるっていう病気で、場合によってはそれがちょっと痒く感じたりとか、そういうこともあったりしますけど、今は比較的あの症状がすごく落ち着いてる時期なので、まあ、痒みもあんまりないですし、まあ、赤みは、ありますけど、昔、まあ、かかってから、まあ、しばらく数年間はもうずっと気になってたのが、僕頭皮もすごく、感染ができてたので、で頭皮の状態があまり良くなくって、それが頭皮から大きなかさぶたみたいなのがこうできたりとか、フケみたいなのがこうボロボロ落ちたりしてたんですね。だそれがやっぱすごくちょっと不潔になんか見えるんじゃないかなってのを気にしてて、あんまり当時は黒い服を着ないようにしてたりとか、その髪の毛をちょっと明るめにしてなるべく目立たないようにしたりとかっていうので、すごく気にはしていました。まあ、ただ今はすごく状態がいいので、まあ、その状態が良くなった、改善された要因っていうのをこの後また話そうとは思うんですけど、であと僕の場合は爪に出ることもあって、で今は比較的状態が自分の中でかなりこれいい方なんですけど、でこれがやっぱひどい時はあの爪がこう白いところがポコーっとえぐれて、基本的に僕ずっと深爪なんですね。あの深爪なんだけど、深爪してもしきれないぐらい、もうここが爪が下手したら場合によってもう爪が半分なくなるぐらいここがこう白い部分ができちゃうんですね。で中にこうなんかポツポツとなんか白い斑点ができたりとか、そういう風に爪が、まあ、爪も肌の一部なんで、そこがこう患部になってるケースもまあ結構ありますね。でですね、僕が今そのどういう薬を使ってこれを治療してる、まあ、治療ですけど、まあ、本当に日常的に薬を使って病気と付き合い続けてるってことなんですけど、まあ、それをまあどんな薬を使ってるのかちょっと紹介したいと思うんですけど、まずですね、これあの体に全身に塗る薬、患部に塗る薬として今僕がこのマーディオックスってこの薬を塗り薬ですね、あのステロイドの入った薬なんですけど、これを体に塗ってます。これがそのステロイドとあと、ビタミン D3 だったかな、ちょっとごめんなさい、あのあやふやなんですけど、ビタミン剤の入った薬でこれを塗るとその、まあ、症状が緩和されるっていうものですね。でそれの塗り薬の顔版っていうので、タクロリムス軟膏、見えますかね、タクロリムス軟膏確かね、ちょっとごめんなさい今名前忘れたんですけど、何かの塗り薬のジェネリックですね、軟膏となっています。顔にはこのマーディオックスだとあの少し刺激が強すぎるので、すごく刺激の弱い塗り薬をしています、顔には。そして、僕が頭がすごく良くなったっていうのが、これのおかげだなって思ってるのが、これコモクロシャンプー、これシャンプーなんですね、見えますかね、これコムクロシャンプーっていう、なのであのお風呂入るときはあのこのシャンプー使って頭を洗ってます。で髪の毛をタオルドライした後に塗ってるのがこのドボベットっていうジェルですね、これを頭に塗布してます。僕がこのシャンプーをあの使う前は塗り薬を塗ってたんですね、オキサロールローションっていう薬と、あとちょっと名前忘れたんですけど、ステロイドのローションを、頭にこうやって毎回お風呂上がりに塗ってたんですね。ただやっぱなかなかあの自分的には効果が現れづらくて、あとやっぱどうしてもこう忙しかったりとか、あとこう塗り忘れる日とかであるんですよね。でまあそれがやっぱこのシャンプーに切り替えたことで、そのまあ毎日ね使うものなんで必ずお風呂で、それですごく一気に習慣化したというか、でまあものすごくこれはこう効果を実感して、まあ大体もう2週間ぐらいで目に見えて頭皮から落ちるフケが少なくなったなっていうふうに感じたんで、僕はすごくあったなっていうふうに思います。なのでこのシャンプーのおかげで今は頭皮はもうほとんど改善されて、ほぼ症状が気になるってことはなくなりましたね。そして飲み薬なんですけど、このお手面錠ですね、お手面錠っていうこの飲み薬を、毎日2錠ずつ、朝と晩
1錠ずつ飲むようにしてます。新薬なんですけど、これをやっぱり飲むことでこう体の中から何かこう変化が起きるのかちょっとわからないんですけど、詳しいことは。ただ飲んですぐ即効性のあるものではなくて、ちょっと時間はかかるんですけど、ただやっぱ2ヶ月ぐらいするとすごく全体的に発症が緩やかになってるなっていうのをすごく実感してます。で、特にやっぱ爪とかってなかなかこう薬が塗りづらいんで、もう一回こう患部ができちゃったところってもうどうしようもないんで、まあ、新しいターンオーバーで爪が生えてくるのを待つしかないっていう状態だったんで、でそれが健康な爪が生えてくるかどうかもわからないっていう状態だったんで、それがやっぱお手づら錠を飲むことによって安定したといいますか、それのおかげもあって今爪がすごく比較的健康的な状態なのかなっていうふうに感じてます。まあ、ただこのお手づらの難点としては、その新薬なのでちょっと値段が高くて、薬代がこれ一月分だけで1万5000円ぐらいかなかかっちゃうんで、まあ、それにやっぱこの塗り薬とかあるから結構なんか薬代はちょっとバカになんないなっていう感じなんですけど、ただやっぱ病気がすごく、症状が抑えられるってことで、ここ数年はこれをずっと、使用を続けてますね。まあ、あくまでその僕が、こういった治療法をしているというのをお伝えしているだけですので、その、まあ、もし同じ病気で悩まれている方々がいらっしゃいましたら、お医者さんとお話をしてどういう治療法があるかっていうのを、相談しながら、自分のベストな治療法っていうのを探していけばいいかなというふうに思います。で、まあ、ちょっとこういうね自分の、病気の話をして少しね重くなっちゃったかもしれないんですけど、まあただ別に正直僕今全然悩んでなくって、こういうね持病は持ってますけど、でも正直日常すごく楽しいですし、こうやってね仲間たちと YouTube 撮ってるのもすごい楽しくて、全然その深くは重くは捉えてないんで、あんまり皆さんにはね心配していただきたくはないなっていうふうに思ってます。例えばね、僕サウナめっちゃ好きなんですけど、銭湯とか行ってももう堂々と歩いてますし、サウナを出て僕薬とか塗るんですけど、洗面所のところで堂々とこうもうすっぽんぽんでこう薬塗ってるんで、いやもうそんなんよりもお前は俺の筋肉の方がすごいだろって それよりは俺の筋肉を見ろっていうぐらいの気持ちでもう全然堂々としてるんで、全然正直今は思い悩んでないです。まあ、ただやっぱ学生の頃ね、まだ僕が20歳ぐらいの時はやっぱ急に、まあ、知らない病気にかかった、しかも治らないかもしれないって言われて、まあ、すごくその時はやっぱショックではあったんですよね。落ち込んでたよね。落ち込んでた、ね、うん、いやもう一生付き合うのかもしれないっていうところですね。そう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 、ね、うん、そう、まあ、結構僕もね落ち込んだ記憶あったけど、まあ、僕も10年前とか、それぐらいまでの時は、まあ、すごくこう思い悩んだ時期とかもあったんですけど、まあ、今はもうそれを受け入れて、それよりもねやっぱこう前向きに楽しいことっていっぱいあるなって思うし、なんかそういうことに自分の意識を向ければ、まあ、全然苦じゃないなっていうふうに僕は今この病気と、付き合い続けてますけど、まあ、これ以上、悪くならないようにもちろん僕はこのまま薬を使ったり、まあ、薬飲んだり、まあ、あとはそのね生活習慣で改善される部分も多々あると思うので、なるべくねストレスをためないようにだったりとか、そういう添加物の多い食事を取らないとか、まあ、野菜を多めに摂る、まあ、よく寝る、まあ、当たり前のことなんですけどね、だそういった日常で気を使って自分の体のストレスを軽減することで、一番改善される病気だと思ってるんで、まあ、そういう風にして自分のその最大限できることをやりながら、まあ、これからの人生もいろいろ楽しいことをいっぱいやっていって、それをこの動画で発信しようと思ってますんで、まあ、皆さんには今後、まあ、なんかサウナだったりなんかトレーニングだったりこう上着を脱いで、裸になることがあるかもしれないんですけど、でその時にこうちょっと肌が荒れてんなっていう風に見える時があるかもしれないけど、まあ、あんまりこう心配せずに普通に一緒にこう楽しんでいただけたらなっていうふうに思っておりますんで、そんな感じで、まあ、今後も何卒よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。